健康経営を動画で学ぶシリーズ、5分でわかる健康経営です。健康経営って何？どうして必要なの？そんな疑問をお持ちの方、ぜひご覧ください。それでは岡田先生、よろしくお願いします。はい、原田さん、それでは、始めたいと思います。今こそ健康経営、略していまけんって覚えてくださいね。